ソセンスキーの紋章。ソセンスキーは、ロシア連邦のカルーガ州南東部にある都市で、コゼリスク地区に属する。岡川水系のジズドラ川の支流、ソセンカ川トッペソチニャ川沿いに立つ。州都カルーガからは南西へ 90km、コゼリスク地区の中心都市コゼリスクからは東へ 10km。人口は12,623人。1952年。 コゼリスク東方の森の中に、カッタンの炭鉱が開発され、炭鉱労働者の住宅地であるセントラーリヌイ、コゼリスコゴストロユプラブレーニアが誕生した。1954年3月19日、都市型集落の地位を認められレニンスキーと改名したが、同年4月5日には、前からこの地にあった、シェペリョボ駅にちなんでシェペレフスキーと再度改名している。 1991年に死となり、現在の地名になった。ソセンスキーとはロシア語で松を意味する、ソスナにちなんでおり、死の紋章にも松が描かれている。炭鉱開発が打ち切られた後は、ソセンスキー市の主要な工場は、兵器部品工場、建材工場、繊維工場、機械工場などとなっている。ソセンスキーには、1941年に開通した。 スヒーニチコゼリスクトゥーラ間の鉄道が通る、最寄りの駅であるシェペリョボ駅は市街地の4キロ南に位置する。ありがとうございます。